いい試合でしたね。準決勝第2試合、ゼッケン218番木立博之。さあ2階級制覇を、そして世界への切符をかけて木立博之です。そして青銅会館最後の砦、澤田秀夫。重量級準決勝第2試合は浅草道場木立博之、2階級制覇をかける男と、そして若干20歳、青銅会館最後の夢を背負って澤田秀夫がここまで駆け上ってまいりました。まあ、木立選手のは前回の試合で新井選手と戦ってるんですが、はい、まあ、新井選手か木立選手だって感じがしたんですが、この青銅会館の澤田選手は本当に、まさかですよね。まさかですね。木立選手が潰しに行ってますね。もう最初からもう流れを作りに行こう、そうですね、のノンストップ攻撃だ。そして膝、だから多分、怖いものなしで澤田選手がこれまで来てるんで、もう逆に言うとこういう選手はもう驚かしてですね、最初にガツンと言ってやろうと、ガツンと言ってやろうっていう感じですね。いやでもね、この澤田はあまりそういうことを感じない男かもしれません。伸び伸びと戦ってますよね、本当に全くプレッシャーなくここまでやってきたという。でこの人は非常に周りがもうやめろというぐらい、セーブしようというぐらい稽古をものすごくする人らしいですね。蹴り技がいいですよね、この自慢の蹴り、ヘッドを走らせるこの自慢のバランスのいい蹴りが、この全日本ウェイト制他流派のこの大会の中で青銅会館勢光っています。澤田秀夫、まあ、だから、木立選手が今、試合のペースを握ってますので、澤田選手はなんとかちょっと離してですね、自分の得意のパターンに持っていきたいところですよね。まだ何かそういう、まあ、試合運びというかね、その辺はまだ難しいかもしれませんね。ちょっとボディ効いてきましたよ、さすがにこの何発もなっているこのボディへの下突きは効いたか、膝も入ってますしね、少し口が開き始めた澤田です。さあそして今度は中段回し蹴り、ああ中田マキロ返す澤田。澤田選手これに勝てば世界大会ですからね。世界大会ですからね。世界への切符。まあ、青銅会館世界大会進出ってことで、なりますからね。ちょっと頑張ってもらいたいんですけどね。残り1分。青銅勢も応援に熱が入ります。さあしかしここまで木立も打ち続けているとさすがにスタミナ面が気になりますが。ちょっとだけど澤田選手はボディが効いてるんでしょうね。そうなんでしょうね。ちょっとこれまでの動きよりは若干動きが鈍くなってまいりました澤田、ここまでは勢いでのし上がってまいりました澤田。ボディに関しては体をずらしながらですね、急所を外したいところなんですけど、回転が速いんで、もうあっちからこっちからもう体勢を入れ替えながら木梨がもう下突きを打ちまくります。もう果たして何発打ったかもう数えきれません。6本だけ打てますね。いやこれはちょっと本当に後で数えてみたいぐらい、本当に止まりませんね。止まりません、木立、いかにこの勢いでちょっと前蹴りかなんかで急浮上してきた澤田も離せるといいんですけどね、この木立のこのラッシングパワーの前には全く手が出ないか。いやこれは恐れ入りました。木立博之最後まで全く止まりませんでした。素晴らしいですね。まさに極真の小さな巨人、去年の軽量級に続いてこの中量級、いわゆる2階級制覇をかけている木立、その強さを見せつけました。青銅会館の夢を砕いたか、白3本上がっています。澤田秀夫を下して木立博之決勝進出、そして世界への切符を今掴みました。そして青銅会館澤田の健闘も称えられます。